先生方の、スピーチどれも印象に残ってるんですけど、特にやっぱ橋口ジョージさんの、言葉がものすごく僕にとってこう胸に響く、挨拶いただいて、あ、そうですか。嬉しかったで次す。の、励みになるようなそうですね。今回の写真を集を見たときに、めくっていて苦しくなったんですね。それで、あれ？と思ったら、その息すんの、呼吸するのを忘れてめくってたんですよ。だからそのぐらい、ぐさっと触るものがありました。それでその何回か見てるうちに、その一番最初の写真集で僕が心がぐらっと動いた理由みたいなものが僕なりに分かったんですけど、それはストリートスナップしてる方っていうのはたくさんいらっしゃるんですけど、中藤君がすごいポジティブだと思いました。見てる風景、見てる人に対して、それが多分独特の中藤ワールドを作ったのかなと思いました。今回とても僕が嬉しかったのは、たまたま賞を取ったのは中藤君ですけど、中藤君みたいにコツ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 やってる人ってたくさんいるんですね。でなかなかだけどチャンスがない、巡り合いがないっていうことで、だけどおそらく中藤君が今回賞を取ったことで、この辺にいる人たちが随分勇気をもらったのではないかという、僕はそう思いました。だからすいません、慣れないもんですから、賞っていうのは中藤君がもらいましたけど、彼がもらったことでこっち側にいる人たちが一緒に生きれるんじゃないかって、だから素晴らしいなと思いました。それとこういうことを言っていいかわからないですが、会った時に審査員はどなただったんですかって聞いたら、細江さんですっていう、審査員長は細江さんですっていうことをパッと言ったんですね。それで僕もよかったねっていう言い方をしたんです。それはどういうことかっていうと、僕も彼も、いろんな国に行きます。そうすると、もちろん、森山さん、荒木さん、石内さんって本当スーパースターです。それで、そういう中でいろんな人たちが最後に聞いてくるのは、ミスター・ホセイのプリント見たかっていう、ミスター・ホセイの、見たことあるかってことをいろんな人が聞くんですね。多分それはそのことを彼も分かっていたから、ホセイさんですっていう言い方をパッとしたと思うんですね。だから多分もちろん他の審査員の方たちがもう一緒に同意してくださった賞なわけなんですけど、おそらく彼はこれから海外に出てった時に、そのミスター・ホセイさんが選んでくれたんだよってことを言うことで、おそらく向こうにいる人たちもなんかすごく誇りに思えるのではないかって。もちろんそれは誰がいいとか悪いとかっていうことではなくして、それは西洋の中における写真に対する認識がおそらく彼らの中に細江さんっていう存在があるんだと思いました。だからこれよいしょでも何でもありませんので、ごめんなさい。ですからきっとこれから多分苦労すると思います。だけどきっとこういう人たちに選んでいただいたんだっていうことが、おそらく長い人生の中でおそらく支えになっていくのではないかと思います。ちょっと慣れない挨拶で申し訳ありませんでした。どうもありがとうございました。